どうも、熊村長です。今回はですね、こちらの青大将のね、飼育環境のセッティングの動画になります。今はね、青大将のお寿司というんですけども、こちらのね、飼育環境になっております。当初はね、この衣装ケースで飼育してたんですけども、ちょっとね、後ろの方が甘くて、そこからちょっと抜け出しちゃうというね、そんなことになりましたので、このね、飼育環境はね、やめにします。まあ、こちらはね、ちょっと物置というところにね、なっております。新しいね、飼育環境はこちらになります。60センチのね、水槽ですね。以前はここでね、カナヘビをね、飼ってました。後ろにね、ボードをシリコンで貼り付けてですね、まあ、ちょっと階段なんかをつけたね、そんなゲージを青大将用にね、セッティングし直したいなと思います。蓋はね、こういう感じであるんですけども、やっぱりですね、青大将はやっぱパワーがあるんでね、このままだったらですね、ちょっと脱走されるんじゃないかなというところでね、こちらの錠前をですね、この蓋にセットしていきたいなと思います。まずはね、そこから始めます。錠前はね、このシリコンでつけます。こういう感じでね、シリコンで固定していきます。受けの方もね、シリコンで押さえつけて取り付けます。こんな感じでね、出来上がりました。ではね、飼育環境をセッティングしていきます。まずはですね、ペットシーツをね、あります。まあやはりね、メンテナンスのしやすさからいって、ペットシーツがね、一番いいんじゃないかなと思っております。そしてですね、この自作のシェルターを入れます。続いてね、流木ですね、まあ、こんな感じでね、上に登れるようにセットします。そしてね、水入れをこちらにセットします。飼育環境はね、こういう感じですね。ということで、青大将をね、入れていきます。で、蓋を閉めます。これがね、新しい青大将の飼育環境のセッティングですね。